それから、アマチュアシュートからやり直した方がいいっていうのもなかなか、はい、もう絶対勝ったら絶対行ってやろうって感じでした。いや絶対行ってやろうって思ってましたよ。もうそれを思いながらでシャドウとかしてたんで自分で、はい、ちょっとそういう意味も含めて多少悔しさは晴らせた。いやまだっすね、やっぱあいつ倒さないと意味ないと思うんで、とりあえず本当に怪物くんタフだしすごい強かったっす、はい、本当にまあ全然そんな舐めてないですけど、本当思ったより打撃力があってでタフでしたね。これはなんかあの盛り上げる意味とかで聞くわけじゃないんですけど、あの朝倉兄弟も終わったんですか？朝倉兄弟終わりっすね、はい、俺もだって練習中に本当右手とかあの怪我なんてそれあるんですよ、多分僕ひび入ってると思うんですけど、まあ、関係なしに僕やったんで、まあ、これがプロです、はい、もう次の試合でもうすぐ萩原選手とやりたい、まあ、どのタイミングでもいいです、はい、本当にどのタイミングでもいい、次でもいいし次の次でもいいし、でなんか向こうがごねてきたらなんか強いやつ倒してやろうぜでもいいし、とにかくやり返したいです。朝倉未来さんがすぐ反応してたんですけど、ご覧になりました、はい、なんて言ってたんですか？あの打撃についてなんですけど、はい、課題評価しすぎたなと、はいはいはい、オープンフィンガーはなかなか塩試合のお前が言ってんじゃねえよって言ってるさ、はい、おい塩試合ミスター塩試合がバカ野郎ってって言いたいって感じですか？いやだってあいつ塩試合じゃないですか、はい、お前の方がつまんねえよっていう。ありがとうございます。ありがとう、ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。